はい、こんばんは、しずさねんです。今日はですね、スペシャルなウイスキーが入りましたんで紹介していきたいと思います。で、まあこちらのウイスキーなんですけども、なんと有名な毛利バーの毛利隆雄氏が、はい、プロデュースしたウイスキーとなっているんですよね。で、名前も東京ウイスキーなんですよ。いやー、ちょっとどんなウイスキーなのかちょっと楽しみですね。まあ謎といえばちょっと謎なんですけども、はい、まあ早速ちょっと開けていきたいと思いますね。で、まあ気になるのがここにマークがあるんですけども、このマークって2の方はちょっとわかるかなと思うんですけども、長浜醸造所のマークですよね。はい、まあ、ちょっと開けていきたいと思いますね。よいしょ。あ、そうそうそう、まあ、手紙が入ってますね。で、まずはこちらを、はい、まあ、こんな感じとなっております。ちょっとなんか繊維があるラベルなんで、ちょっと和紙っぽいは和紙っぽい、和紙だ、和紙ですね、となってますね。東京2020と書かれてますね。はい、で、裏ラベルをちょっと読んでいきたいと思うんですけども、毛利バーオーナーバーテンダー毛利隆雄氏監修、グレーン、モルトともに長期熟成現象を贅沢にブレンド、バーボンウッドにて熟成後水ならでフィニッシュし、塩味なアロマをまとうウイスキーに仕上げましたと書かれてますね。はい、あ、製造者長浜ロマンビール株式会社。いやー、いいですね。はい、とても仲良くさせていただいている状況なんで、ちょっと親近感湧きますね。で、アルコール度数が 47% となっております。うん、で、あの気になるこちらの手紙もちょっと読み上げていきたいなと思うんですけども、はい、いきますね。愛する人との、忘れがたい瞬間を、一人孤独と向き合った夜を、喜びに満ち溢れた人生の一場面を、疲れ切ってもう前に進めないと思った時も、それでも未来への希望を胸に抱き続ける人生に、東京ウイスキーを手にした今この時から、そして共に歩むこれからがもう一方の瓶に移っていきます。ウイスキーを味わった分だけ目には見えない大切な時間が、思いが空の瓶に詰まっていくでしょう。東京から今日も遠くのあなたの幸せを願い、乾杯と書かれてますね。で、こちら側がちょっとあの漢文っぽい感じで書かれてますね。はい、こっちはちょっと読めないんですけれども、はい、では、あの早速ですね、味を見ていきたいと思います。結構色濃いですよね。まあ、長期熟成のモルトグレーンをバーボンウッドでフィニッシュさせて、さらには、水菜で追熟ってことですよね。注いでいきます。やっぱ濃いな。香りですね。おー、うん、はいはいはい、あのバーボンウッドにて熟成後水菜でフィニッシュってことなんですけども、香り立ちちょっとシェリー感じますね。もしかしたらまあシェリー現象入っているのかもしれないですね。まあ色合い的にはそうかもしれないですよね。うん、ちょっとレーズンとかプルーンとかもありますし、カステラ の, あの焼き目の部分だったりとか、そういう印象もありますよね。プリンのてっぺん の, そのカラメルのようなところもありますし、またはチョコレートもありますし、酸味を帯びたあのバルサミコレーズンとか、そういった部分もありますね。なるほど、焼き栗とか、はい、そういったテイストもありますし、カカオパウダーとかもちょっと一瞬ありましたね。うんうんうん、で、あのスワリングすることによって、ちょっと奥の方にトロピカル、またはその紙のような、紙っていうのはあれですよ、破れるあの紙の方ですよ。はい、あとはちょっと焼いた桃、リンゴ、角化果実っていうんですかね、ちょっと種大きめの、果実のような、そういったテイストも見られるのかなと思います。あとアプリコットもあるかな、はい、というところですね。焼き菓子クレームブリュレとかもあるのかもしれないですね。また焼きバナナもあるかもしれないですね。ちょっとトーストなテイストもありますし、面白いですね。これあのレーズン的な、プルーン的な、そういったベリーの要素もあるんですが、一方で、トロピカル果実、または焼き菓子、カラメル、そういったテイストも見受けられるのかなと思いますね。ではちょっと味を見ていきたいと思います。いただきます。
美味しいぞこれ。うん、あ、いいな、こういうの作りたいな。なる、あ、後からだ。水菜らも一瞬出てきますね。これ複雑だわ。ちょっと真剣にやろうかな。真剣にやってますけども、うん、うん、なるほどな。そっからもビターな感じが来るからな。うん、あの中身が何か全く聞いてないんですよ、もちろん。でもあの公開処刑覚悟でいくと、まあその長浜のマンビールさんが使われてるっていうのもヒントになるのかもしれないですけど、やっぱりその昔のリトルミルを彷彿させるようなちょっとあの紙っぽさもありますし、またはあのトロピカル感もあるんですよね。とはいえなんかあのアイリッシュ系ではないんですよ。まあ似てるんですけども、まあ、ちょっとあのスコットランドのちょっと南の方のエリアの上場かもしれないですね。あのローランドまではいかないですけども、あーこれはいいぞ。うん、複雑ですね。まあ、トロピカルなんですけども、この酸味のテイストってやはりシェリーダルは使ってると思うんですよね、おそらく。うん、っていうかもう感じますね。まあ、オロソシェリーですかね。はい、うん、で、余韻はさほどすごい長いわけじゃないんですけども、ただ面白いのがあのオリエンタルフレーバーですね。これがおそらく水菜なんだろうなと思うんですけども、通常のそのスコッチウイスキーのまあとある醸造が思い浮かぶんですけども、にはその出せないフィニッシュを感じるんですよね。まあ、これが水ならが出す白檀とかキャラとかちょっと複雑な、味わいにつながるのかなっていうふうに思います。うん、ちょっと水を加えていきます。はい、ではあのお水を加えていきたいと思いますね。気楽な。うん、ああ加水すると全然キャラクター違いますね。さっきまではちょっとあの香ばしいような印象もあったんですよね。それがちょっとまろやかになりますね。ちょっとクリーミーな滑らかなテイストに変わるなっていう、はい、印象ですかね。まあ、あの度数 47% あるんで、まあ、あの 40% ぐらいまであの下げて、楽しんでいただくのもありかなっていうふうにちょっと感じます。まあ、47% って本当、うん、よく見る居心地のいい度数だなっていうふうに思いますね。あのアマハガンシリーズも 47% だとかしますよね。はい、いいですね。うん、まあ、あのこちらはですね、限定本数が626本っていうことなんですよね。なかなかちょっと見かける機会だったりとか、あとはちょっと購入されるチャンスっていうのはもしかしたら少ないかもしれないですけども、まあ、ぜひあのバーで見かけられましたら試していただきたいと思います。ちなみにあの今武蔵屋さんお酒のサイトを見てるんですけども、テイスティングノート書いてますね。ちょっとこれ軽く読み替えちゃいますね。香り落ち着きのあるオレンジ用の柑橘のアロマや切りたてのみずみずしいフレッシュな赤リンゴ、全体をまとめるのはシナモン系の、まあ、スパイスのアロマってことですね。味わいは滑らかな絹のような口当たり、樽由来の大きな深みとバニラ用の甘みがバランスよく広がり、アフターではダークチョコレートやモカを思わせるドライさが味全体を締めくくると書かれてますね。確かに、うん、ダークチョコレートのモカ感っていうのはありますね。まあ、それがちょっとトースティーな感じなのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、ぜひそれもちょっとヒントにして、味を見ていただければと思います。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。もしですねこちらの動画を気に入っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。またですね、Twitter とあとは Instagram もやってますんで、そちらの方をフォローしていただけますと、嬉しいです。まあ、ぜひこちらを見かけられましたら、試してみてください。ということでおやすみなさい。